はい、先ほどの作業に引き続き、はい、入卵の後に続いて検卵をしたいと思います。消します。はい、真っ暗真っ暗。はい、行きましょう。ちょっと足元注意ですね。はい、本当だよ、はい、左膝が痛いんだけど気をつけてね。今暗闇であれなんですけどライトを持ちました。はい、意外と映ります。はい、はい、このライトを使って持っていく。卵の中がどうなっているのか見ていこう。伸びる伸びるね。ここに置くと怖い。はい、絢爛というのは卵の中が今どうなっているか、有精卵だったのか、またまた無精卵だったのかについてね、ちょっとね調べていこうという、はい、コーナーです。コーナーというか作業、必要な作業です。クランキーいっぱいになっちゃうのでね。ね。はい。あ、ちょっと消毒していきます。まあ、今卵の中がどうなってれば正常なんですかみたいなさ。あ、なんか。TikTok に質問があったじゃん、うんうん、じゃあ YouTube で解説になっちゃうの。そう、この動画をね見てくれと。うんうん、なんだろうね、みんなダチョウを育てる、育て始めてるよね。気になるんじゃないかな。でもその人やってる感じだった。へえー、あ、ではじゃあ本当に、あ、はい、クランキーをつけます。スカイライトつけます。あら、が卵たちが今中下段にいるんですけど、この人たちを検卵します。はい、検卵、うん、の時点では生まれてないですね、うん、この時点で生まれてたら、そうだね、命がない卵も混じっているね。はい、水平になったとこで多少の卵が4個入り、あ、8個入りで行ってみて。あ、ニワトリのパックみたいな感じ。高すぎ、重すぎ。はい、じゃあライトをつけまして、はい、消します。耳鼻科みたい。はい、では1個ずつ、1個から1個。うん、ダメそう。あ、いいですね。あ、こんなにクッキーすればね、ね、素晴らしい。これが模範的な、下に透過してない感じ、油性卵。そうそうそう、ダメっぽいね、うん、ダメそう。あ、いい感じですね。この4つ目と2つ目がダメだね。ん、大丈夫かしら。ダメはどうするの、バケツ持ってくる。あ、そうですね、ごめん。はい、バケツゲット。はい、ありがとう。バケツ明日落ちる。あ、はいはい、でも2つぐらい多分いるでしょう。4つ目とここで間違ったら受ける。ねえ、いや、そんなことはしないように。で、このあれだね、ダメ卵はまた、はい、ともちゃんの利き卵で使おう。そうですね、あと卵殻にしちゃう。そうね、その後、利き卵の後は卵殻で。はい、どうも。ダメそう。怪しい。ダメ、ダメかもしれない。はい、わかんない。え、下げ、もうちょっと時間。怪しい。怪しいね。2層にはなってるけど。2層になってるっちゃ全部なってる。いや、でも一番奥だけダメっぽくない。いや、でもほら、怪しきはバスルで行こうぜ。そうですね。でもう来週、違う、再来週もう間に合いなそう。そうですね、2列目はダメですね。ということで、この子たちは全部ダメ卵でした。ちょっとあれがいっぱいになっちゃうので、置いたままにしときますか。そうしよう。はい、どんどん行きましょう。温度が下がっちゃうと良くない。いいよ、 OK、 OK、 ダメ、 ダメ、 OK、 OK、 ダメ。怪しい、怪しいけどダメそう。またあれ、一番奥が OK だよね。あ、うん、OK、 ダメ。2個目 OK、 1、3がダメ。よいしょ。じゃあ取っていただいて、3個目と1
お米。はい、どうも、はい、ありがとうございます。4つでバケツいっぱいなんだ。うん、で、どんどん移しちゃう。よいしょ。はい、1個開きました。はい、ありがとう。ダメそう、ダメそう、うん、ダメそう、ダメ、ダメそう、ダメ、全滅か。うん、あ、じゃあこの子たちの卵を出しちゃって。いやー、ずいぶん減るね。よっ、いいよ。内側でいいかしら。よいしょ。なしでいい？はいはい。いきます。うん。オッケー。オッケー。うん、ダメ。これは。わかんないから残そうか。でも分かれてるっちゃ分かれてるね。だいぶそう、透過してはいないよね。ここ穴開いてるのね。そうなんですよ。でもちょっと発生中止の可能性もある。わお。いや、危ないかも。もういいや。はいはいはい。落ちんなよ。ダメそう。オッケー。オッケー。いけるんじゃん。置いときましょうか、ね。ギリ。これだけ。前だけ。はい。そうそう、ここ置いといて。はい。オッケー。さて。今日は2段目いきます。いっぱいあるの。オッケー。ダメ。うん。耳をちょっと置いておきます。オッケー。怪しい。ダメ。あれ？ダメそう。うん、なんかトロトロしてる。そう。はい。よいしょ。オッケー。ダメ。ダメ。ありがとう。バケツがいっぱいだ。ダメ。はい。ダメ。ダメそう。あ、ダメダメ。オッケー。おーな。まあでもこんだけ残ってればダメそう。ダメそう。全部ダメですね。よいしょ。女性団率の悪いことこの上にあるし。まあ、どうなんだろう。半分。ダメ。ダメそう。ダメかも。ダメそうですね。ダメの三段活用面白いな。いや。うわ。よいしょ。いや、危ないな。いや、床に置きましょうか。はい、じゃあこれで電気つけて、これを移動しますか。ひとまとめにするわけね。そうですね。よいしょ。いや、いいか。よいしょ。これでいいかな。ちょっと飛び飛びだけど入ったので、はいはい、はい、閉めます。はいはい、神々しく光っておりますがダメ卵です。まあ無精卵でした。ちなみにここはサムネです。ここがサムネになります。電気つけます。はい、ねえ、さっきまでいっぱいあったのに悲しいね。はい、ダメ卵がバケツ3つ。バケツというか、なんて
タフ舟に入れて。なんて面白い光景でしょうか。もうちょっと優先乱立というかね、うん、簡単に識別できる方法があればいいんですけどね。そうね、よいしょ。有精卵にあって無精卵にない印とかさ、あってほしい。生まれた時点であってほしいですね。あ、じゃあまあこんなもんにして、ここをよっあ、気をつけて。あ、気をつけて。ごめん。いえいえ。って言ってる俺がこけたら面白いね。いや、笑い事では。よいしょ。このバケツの耐久性もちょっと疑っちゃうよね。こんだけの卵が入って、映画もげないのか。大丈夫かな。ちょっとじゃあ、ねえみんな、こんだけ、ああ、よいしょ。はいはい。あ、こっちに入れちゃいましょう。ここでいいのか。よいしょ。怖い。卵のバランスが悪すぎてひっくり返そう。おうおう。出だした無精卵は後で。美味しくスタッフがいただきます。いえいえ。もう食べられない。あの、スタッフが、動画の企画で使う、もしくは商品になります。そうですね、先にどれが無精卵だったかデータを取って、でまたね、親データのね足しに、うん、そうなります。よっ、 OK。 では、あ、まだあった。はい、このカゴは落とさないといけない。よっ、これで、よし、はい、終了です。はい、はい、ということで絢爛作業でした。はい、はい、有精卵と無精卵の区別の仕方が分かる方がいらっしゃったらコメント欄までお願いします。本当にそうなんです。はい、よいしょ。じゃあね。